傘持ってないだろ、リンナちゃん。ええ、困ったな。寮に電話して誰かよこそうか。結構です。けどしばらくやみそうにないぞ。大丈夫です。走って帰ればそんなにかからないから。つい今しがた困ったなって言ってなかったが。気のせいです。そうか。そうなんです。ま、いいか。はい、食後のコーヒー。あれ、でもサービスしとくよ。どうせこの雨じゃしばらくは動けないだろ。すいません。ま、ゆっくりしていきなよ。ずっと住んでるんですよね。ああ、生まれてこの方、たまに買い付けやらで出る以外はずっとここだな。ここが好きですか？好きじゃなければ15年も住んでないよ。私は嫌いです。流すなよ。ここの人たちは人に干渉しすぎる。無理やり優しくしてくるのは苦痛。ただ一人にしておいてほしいだけなのに、そんなささやかな願いも許してはくれない。君の願いが本当はそうじゃないふうに見えるからじゃないのかな。そんなことないです。失望して後悔して諦めて、この島に来てからそんなのばかりです。私これでもね、ここに来た日は結構希望とかあったんですよ。昇進旅行じゃないんだ、希望があって当然だろ。でも初日で全部壊れた。初めてうちに来た時がそんな感じだったな。壊れただけならよかった。だけど少しだけ治りそうになった。それが失敗だった。それって君の隣で落ち込んでた。余計傷ついた。ああ、バカだからね。それがね、また私を治そうとあがいてる。ああ、バカだからね。ほっといてほしいな。今さら構わないでほしいな。グラグラすること言わないでほしいな。何にも覚えてなかったくせに。だからバカなんだって。いい加減許してやったら。許すも何も。絶対に許しませんから。わたる、お前タイミング悪すぎ。で、どうした？雨宿りか？傘？そんな覚えは。あ、そうだった、そうだった。
けど、わざわざ雨の日に返しに来なくても。リンナちゃん、これ使いなよ。え？俺のだから男物だけど、この際贅沢は言ってられないよな。あ、はいよ。マスター、悪いですけどこれは使えません。どうして？別に俺はすぐそこに住んでるからいいよ。だってこれは俺の行為が受けられない。やかましい、渡る。なあ、俺のメンツもあるんだけど。卑怯です、二人とも。二人？これは俺とリンナちゃんの問題だろ。卑怯よ。ほら、お待たせ。あ、そういや、今年もそろそろ例のマラソン大会か。ご苦労なかったな。なんだ、ディフェンディングチャンピオンが出場しないのか。そうか、俺の3連覇に並べるのはお前だけかと思ってたんだけどな。新入生でそんなに有望なのいたっけ。ごちそうさま。だから傘持ってけってば。まだ降ってるんだから。大丈夫です、走ればすぐだから。どれだけ先の話してるのよ。渡る、お前
いい加減にしなさいよ、あんた。ねえマスター、相談に乗ってくれます？私今困ってるんです。変な男から毎日手紙を渡されて。ああ話しかけることも目を合わせることも禁止したら今度は手紙ですよ。もうしつこいったら。正直迷惑なんです。そんなくだらない手紙なんてもうやめてほしい。ねえマスター、相手を傷つけてもいいから断る方法ってないでしょうか？おいリナちゃん、君さっきと言ってることが全然。内容の伴わない努力なんてやっても無駄なだけ。それどころかただの嫌がらせにしかならないですよね、マスター。そんな勝手な思い込みで私のこと決めつけられてもただ鬱陶しいだけで何も心に響いたりなんかしないねえマスター。お前らめっちゃ相性いいのな。それは人間の器の違いとしか言いようがないのに、そういう男の嫉妬ってものすごくみっともない。あの子たちは器の小さい男に洗脳されて、こっちが何言ったってそいつの味方するのよ。そこにたどり着くまで何日かかってるのよ。ねえマスター。いやお前らもう俺と話してないだろう。全く同感ね、珍しく。わかった。なんで勝負なわけ？マスターは黙ってて。実は同族嫌悪だろう。そんなこと望んでない。私が出てく。あんたたちはそれを邪魔しなければいい。あんたが勝ったら。それだけなの？今わかった。約束する。けど勝負ったってな。お前らじゃんけんででも決着つけるつもりか？そうね、私もちょうどそれを思いついたところ。
分かってんじゃないのよ。何なのよそのわけの分かんない勝負は。なんでせめて麻雀か花札にしなかったのよ。マオコ先輩、なぜですか？あんたも聞いてたわよね。あの子、女子1500メートルと3000メートルの両方で全国に。何言ってんのよ。どんなルールだろうと勝てばいいのよ、勝てば。勝てるの、渡る。ちなみに私が仕入れた情報によると、彼女の去年の1500メートルのタイムは限界を超える必要があるってことね。わかりました先輩、ここは私たちに任せて先に行ってください。それが先輩の決めたことなら、たとえどれだけ無謀でも、どれだけ自分勝手でも、どれだけみんなに迷惑をかけても、最後まで諦めないのが先輩じゃないですか。そうね、何しろもう勝手に約束してきちゃったわけだし、私たちには最初から渡るの尻拭いをする以外に選択権なんてないということよね。理解はしました。だからあとは勝ってください。渡る、頑張れ。負けたら寮に入れてあげないからね。という顛末のようです。おほー、星野くんがね。学園長のお考えの通りになりましたな。一つの異分子が周りに騒動をまき散らして。ここはぜひとも沢木さんでしたか。彼女には頑張っていただかないと。ええ、何かと問題も多い星野ですが、あの寮の人間を一つにまとめているのは朝倉とあいつですからね。彼がいなくなれば時間の問題でしょう。それでは早速林中不動産の方に解体の手配を。気が早すぎますよ教頭先生。まだ配慮が決まったわけではありません。いや、これは失礼しました。少しばかり安心したせいで気がせいているようです。安心するのはまだ早いのではないでしょうか。と申しますと？そのマラソン大会ですが、彼女だけではなく我々も頑張る必要があるとは思いませんか？おお、なるほど。沢木さんのためだって分かってる。そして私やみんなのために渡るが一生懸命になってるのも分かるよ。けど、けど負けたら渡るいなくなっちゃうんだよ。
絶対に 100% 神に誓って絶対に負けちゃダメだからね。何があっても勝たなきゃ許さないから。ちょっと海先輩、落ち着きなさい。海、こいつだって好きでそんな賭けに乗ったわけじゃないってあんたならわかるでしょ。だってそんなのひどいよ。沢木さんを迎え入れるためにパタルがいなくなるなんて、そんなこと望んでたんじゃないもん。今日はもう帰っていいよ、二人とも。私がわざと負けるとでも？私があんたたちのために、寮のために競争でわざと負けるって期待してるんだ。なるほど。だからあんな勝負を持ちかけたんだ。私の情に訴えようって作戦だったんだ。
日曜までにベストに戻しておくから安心して全力で戦いましょう。